そこの争いに関わる僕らもしっかりと準備していい試合をする責任があるんだと、そうコメントしています。さて J3 リーグ2019年シーズンも最終節です。北九州のキックオフで試合がスタートしました。荒垣狙ってくる、壁の外から巻いてきました。拾った藤枝、ワンタッチ左使う、出ていきます、スペースへ安藤、折り返し、最後清本が入ってきました。ニアサイド水野、川島です。森島中で呼んでますが鈴木に預ける、中3枚巻いてくる、森島よく止めた高橋。森島がこう収めて大竹、あーと相手にパスしてしまった、これチャンスになった、高橋大吾、杉本、高橋大吾ブロック、よく止めました藤枝。このあと大竹のパスが相手に渡ってしまって、拾った高橋大吾、一つ目杉本、二つ目秋山です。よくこれゴールカバー入ってました。このあと最終節ということが言えそうです。今シーズン最後の残り45分スタートです。うまくつないで鈴木純也、逆サイド森島待っている、ニアに来た水野、落としてチャンス、清本シュートだ、外、これで清本がおそらく一つ下がるんじゃないかと思いますが、どうでしょう。今清本も岩渕に確認しました、コントロールした、スペースがあります、チャンスになる水野、中2対2の形、水野の中を見る、スペース岩渕亮太、これぞ岩渕亮太、ダイレクトシュート、先制藤枝、見事な得点感覚、リプレイです。森島コントロール、水の中を見て2対2の形でした。ニアに入っていた岩渕、このシュートは難しかったと思いますが、左足、いや見事に、最終節ホームのサポーターの前で勝ち点3取りに行きます。試合終了、藤枝勝ちました。岩渕亮太のゴール、1対0。